お、に、い、ちゃん。あれ？お兄ちゃん。こんにちは。せっかくミヤちゃんのふりして話しかけたのに、反応がいまいち面白くなくて残念だわ。むむ、ダメね。せっかく一緒の学校に通っているのに、そんな寂しいこと言っちゃって。素敵なお兄ちゃんとして、いついかなる場合でも妹を楽しませないとね。そうね、確かに大変だろうね。なるほどね。君は結局ミヤちゃんに甘えてるのね。いい？あの可愛いミヤちゃんの兄として生まれた君は素敵なお兄さんであるべきなのよ。なんとなく ひどい話だね。とにかくかっこよくて面白い兄になる努力をするべきなの。常にミヤちゃんを守る頼れる兄でいてあげないとね。私もね、小さい頃から素敵なお兄ちゃんが欲しかったのよ。君ならなれるわ。はるかにはお兄さんがいるじゃない。あんなにそやでガサツじゃダメよ。お兄ちゃん失格。よし、早速特訓ね。特訓？君が素敵で立派で頼れるお兄ちゃんになれるように訓練するの。さ、善は急げだしね。行くわよ。ちょっと、私も行くの？乗りかかった泥船でしょ。いいからついてきて。レッツゴー。泥は余計よ。まずは基本となる家庭内のお兄ちゃんを学ばないとね。食卓よ。食卓？やっぱり一番会話が弾むのは食事中だと思わない？だからまずは食卓での兄の作法を練習するの。え？私も付き合わなきゃいけないの？もちろんよ。いい？響き、ちょっと耳を貸して。やれやれ。だからね、して響きは、我慢して。そしたらという流れに。わかった？本気？もちろん。今日だけだからね。はい、それじゃあ君が家に帰ってくるところからね。私と響が家で待っていた妹っていう設定よ。はい、スタート。ほら、頑張って。おかえり、お兄ちゃん。おかえりんりん。寂
寂しかったよ。遅いよお兄ちゃん。寂しかったよお兄ちゃん。へえ、お兄ちゃんはお友達とはるかとどっちが大切なの？響きとどっちが大切なの？本当に？本当に？嬉しいな。お兄ちゃん大好き。あ、そうだお兄ちゃん、そろそろ夕ご飯だよね。今日の夕ご飯はデラックス定食だよ。一生懸命作ったからみんなで食べようね。今日の夕ご飯はデラックス定食だよ。一生懸命作ったからみんなで食べようね。今日の夕ご飯はデラックス定食だよ。一生懸命作ったからみんなで食べようね。わーい、お兄ちゃんだー。